はい、あの岡部君の作品です。よろしくお願いします。まずあの、タイトルの説明から、あとその、この作品のですね、あのコンセプトとかですね、あのちょっと簡単にあの、あの説明してもらえますでしょうか。今年の甲子園で優勝したチームが、優勝した高校がそのもう坊主じゃなくて、で練習時間も長くなくて、野球って他のスポーツに比べるとまだちょっと古風な感じで、坊主で根性論でいっぱい走って長い時間やるみたいなイメージがあるんですけども、今回優勝したのがそういうチームじゃなくて、でその父が野球好きな上司にこの話をしたんですけど、その上司の方は坊主が何負けてんだよと、やっぱりその時代の人たちで考え方が変わってない人たちもいるっていうのを書きたくて、でまあこの四字熟語は昔のことを守って融通が効かないみたいな意味で、そういうのを書きたいなって思って、まあこの結構カラフルな世界の中で一人まあ黒白でまあ時代に置いてかれてるみたいな表したくて、で手がやっぱり昔ってやっぱりなんていうんですか、暴力的というか今よりはパワハラとかそういうのも伝えたかったんで、手にエネルギーがある感じに書いて、でメガホンから諸行無常の響きありっていうのは、まあ何事でも変化してって変わらないものはないっていう言葉なんですけど、それを食らっている状態ですね、その響きを。でこれはジル・ドゥルーズっていう、まあ、哲学者で、変化は自然そのもので美しいみたいな、変化を拒む必要はないみたいな、そういう、まあ、哲学者のハンコを消しゴム彫って作ってそれを貼った形です。あ、消しゴムなんですね。そうですね。 あのこの、構図の黒い人は、はい、あの頭の固い人なんですね。そうですね。でそのあの腕が赤く、腕が赤く出ているのはさっきその力を込めてるっていう。そうですね。でその力を込めるっていうのはその、あのこう、その古い、ね、あ古いものにこだわる力ですかこれ。まあ、そういうのも含めて、ええ、なんかあの一瞬あの一見したところ、そのあの赤いところになんかそのパワーを感じたんですけど、 そこをちょっとあのただその描かれてその赤い色が描かれているあの人自体はその古風な人だから、そこら辺のこの、あの違いっていうかですね、あそこら辺の絡みをあの岡部君にあの作者にちょっと聞きたかったなっていうのがあるんですが、ちょっとそこを説明してもらって、はい、ええ、まあ、結構昔の時代ってパワハラとか当たり前だったと思うんですよ、はい、まあ、自分も中学校クラブチームで結構、まあ、厳しいスパルタな場所でやってきまして、昔ってやっぱりそういうイメージが強いじゃないですか、はい、今に比べると。でまあその直接暴力とか書くわけにも いかないんで、その手にパワーがこもってる感じでそう表したくて、まあ、エネルギッシュな感じで。ちょっとあのその昔ながらのその例えば昭和であればもう当たり前のようにまかり通っていたパワハラとか、そういうあの、あのそういうしごきのようなものをあのに対してその諸行無常をあの描いてると思うんですけど、このあそこれ見た感じこの赤がすごく目立つんですよ。ちょっとなんか 赤を今度あの強調
すると今度なんか昔の古風なその古いやり方もなんか肯定しているような、ね、ようにも見えるんですけど、そこはどうなんですか。まあ、自分自身もそのクラブチームいたりして、やっぱり全部が全部甘くしていいわけでもないですし、上下関係というのはあった方がいいと思いますし、その全部否定するのも違うなと思ってて、なるほど、やっぱり昔から学ぶこともあるし、その全てがいけないというわけでもないし、それを全て変えていくというわけじゃなくて、いいところは残していかないといけないという。ああ、分かりました。完全に否定してるわけじゃなくて、そこがちょっと分かんなかったんですよ。だ 諸行無常でその例えば坊主から、挑発に変わったところで、そのパワーは大切だと、で諸行無常でもそのいわゆる不益流行っていう言葉あるように、この哲学者も多分そういうことを訴えてると思うんですが、その、変わっていく中でも変わらないものもある、そこを描いてるんだっていうことが分かってよかったです。先生ありますか。後ろにこのなんか浮かんでいるこの島みたいのはどんなイメージで作ったんですか。これはこれこの部分ですね。これはどんなコンセプトがあるんですか。この結構一貫して変化とかそういうのを書いてる中で、まあなんか違う見方で見るとかそういうのもちょっと入れていきたいなと思って、石とか浮かんでるのは石って本来重くて硬くてみたいな、それが浮いてたりちょっといつもと違う感じ、想像の世界を描きたくて、岩をでかい岩浮かしたりですね、建物を建てたりした感じですね。このパワーでもって岩を砕いてるっていうわけではないんですか。そういうわけではないです。このメガホンの諸行無常の響きありのメガホンのこのインスタレーション面白いですね。これも発泡スチロールを自分で彫って、発泡スチロールなんだ、彫ってアクリル絵の具で色をつけた感じです。手が込んでますね。これなんかね、逆の向きで逆の順番で描いてるとこが昭和初期のね、あとまあメガホンで言った時に向こうの言葉の方が先になるんで、そういうとこもこだわりたくて。まとめの一言。じゃあまとめの一言お願いします。まとめの一言ですか。まとめの一言ですか。はい。まあ、作品、この作品を通してなんか今後の展望とかですね。結構自分は結構入ってきた、まあ、4月から入ってきたんですけど、予備校それまで美術とか全くやってなくて、今結構いろんな描き方試している状態なんですけど、人とか描くのが好きなんで、この湾曲してる感じのちょっと骨が出ているぐらいの、そういう人とか、あとは結構ツートーンで影と明るいところをはっきりさせる描き方、今回岩とか建物でやってみたんですけど、それも結構今気に入ってるんで、そういう描き方も続けていこうかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。